速稼塾の久保です。また動画を再生してしまいましたね。この西アクラソンの山根さんの動画でもちょっと感じたことなんですけども、そのコメント欄にね、そのすごく人を意図して傷つけようとして、人に嫌な思いをさせようとして、この、いわゆるクソコメントって言ったらね、私もなんかやり返したみたいになっちゃいますけども、嫌な言葉、人を傷つけるために並べた日本語を用いる方がいるんですよね。やっぱりね、言葉によって人は励まされたりとか、言葉によって人は癒されたりするんですよ。これ誰でも経験ありますよね。へえ、すごいね、頑張ったねと、いやさすがだね、立派だねってね、ありがとうねとか言ったら、やっぱり心は穏やかになって、あ、この言葉他で使ってあげようって思うじゃないですか。でもですね、この野郎とかね、消えろとかね、このクソ野郎とか言って言われたらどうですかね。気持ちよくなる人ってあんまりいないと思うんですよ。要するにこの言葉っていうのは、人を嫌な気持ちにさせてやろうと思って、あえてですね、ナイフを突き刺すように使う言葉なんですよ。とてもじゃないけど人を励ましたりとか癒したりするような言葉じゃないですよね。で、人が傷つくだろうなと思うのを想像して喜ぶ、そういうふうな、ね、精神状態の人もいるわけなんですよ。ある意味その方も病気なのかもしれないですね。で、今回ね、私が言いたいのは、山根さんのコメントとか動画っていうのは非常に大事な教訓なんでね、概要欄に貼っときますけども、私の考えとしてはもう一つあってですね、いや、クソ動画上げんなとかね、鬱陶しいっていうのは分かりますけども、いや、あなたが再生したんですよ。例えて言えば、道路に犬のうんこがあって、ちょちょちょって歩いていって、ぐにゃって踏んで、わあ、この野郎、クソだとか言ってからね、いや、あなたが踏んだんでしょうと。私は再生してくださいっていうふうに頼んでないですし、ただ動画をアップロードしておいただけなんですよと。誰がクリックしたんですかと。で、クリックした時にもしかしたらね、自分の望んでない動画が再生されるかもしれないっていうのは、覚悟の上でやってると思うんですよ。再生した動画が全部自分好みってことはないと思うんですよ。要するにインターネットの世界、何を選んでどれを再生しようが、どれを見ようが、どれを聞こうが自由じゃないですか。っていうことは、もしかしたら自分のあんまり、期待してた通りの動画ではない可能性もあるよっていうのを、認識してクリックするわけじゃないですか。それが思った通り気に入らないからといって、この野郎、クソ野郎、消えろはないだろうと。消えるも何もあなたが再生しなかったら、あなたは不快な思いをしなかったんでしょってことなんですよ。何が言いたいかっていうと、この情報があふれる世の中、スマートフォンでいろんな動画を再生することができますけども、自分の選ぶセンスが悪ければ、自分が再生した動画が自分の好みではないってことがあるんですよ。でもその原因を作ったのは誰かっていうと、動画発信者ではないんですよね。動画発信はいっぱいあるわけですよ。ですんで、私のね、動画が仮に気に入らないとして、じゃあ私が動画発信やめましたって言っても、じゃああなたはこれから生涯全ての気に入った動画しか再生しなくて済むようになったんですかって言ったら、またどっかに気に入らない動画に出会いますよ。だから自分の気に入らない動画が出るたびにコメントを書き続けていくっていうね、そういう人生がいいんでしょうか。あまり良くないですよね。だからね、どんな情報に出会えるかは、これ当たるも八卦、当たるのも八卦なんですよ。で、人の受け取り方は様々ですから、同じネタでも不愉快だと感じる人がいれば、助かった、癒されたと思う人もいるんですね。じゃあ一つの動画に対して個人的に気に入らないって書いて、他の方はね、すごくいい動画だなと思って見てるとするじゃないですか。じゃあ異端なのはどっちなんですかって話になっちゃいますよね。で、そもそも異端なんてないんですよ。例えばね、コップに水が入ってますと。この水って多いですか少ないですかって聞いた時に、大抵の人は 500ml の中のね、ペットボトルの中に少ししか水がないと、少ないねって言うかもしれません。満タンに入ってたら多いねって言うかもしれません。でも仮に庭に水をまきたいんだけどっていうような言葉を後で付け足したらどうですかね。これじゃあとっても足りないですよって、ちょびっとじゃないかってなるかもしれないですよ。ですんで、どんな期待を持つかによって、多いのか少ないのか、どんな用途に使おうかと思って
そういうことに対して多いのか少ないのかっていうのは相対関係で決まるんでね。じゃあものすごくねギャグのセンスが高くてユーモアのセンスがものすごいボリュームがある人が私の動画を見に来たらそれは退屈でしょ。でもですね、小さな喜びにクスッと笑えるセンスがあれば、まあ、どんなことでもね楽しく過ごせるんですよ。ですので求めるものが大きければ大きいほどその求めるものを満たすべき器ってのは世の中にあんまりないってことになりますから、少しのことでも喜べるようなねそういう心を持って、まあ、インターネットをアクセスしたりとか、うん、身の回りの人にこう関わっていくとかすると全部が喜びになるわけですよね。まあ、ですので受け取る人の力量もあるよってことなんですよね、うん、というとですね情報発信者に責任はないのかってことになりますけども、それは大いにありますんで情報発信一人でも多くの方に喜んでいただけるように情報発信をね考えていきますけども、今日の時点では無理でございます。今日の時点では誰もが喜べる動画は作れていません。ですんでね、これからのことを期待していただいて、お前ちょっと出来が悪いから頑張れよと、次も見に来るからよみたいな悪態でちょっとこらえておいてほしいと思うんですよ。その際どいアンチコメントによってはですね、今日限りにやらなくなるかもしれないですよ。そうすると喜びのチャンスを失う人がやっぱりいるってことなんですよね。そう考えたら自分は面白くないかもしれないけども、あでもこの人の発信によって喜んでる人がいるんだろうなと、だから続いてんだろうなっていうふうな好意的な解釈すればいいんじゃないかなと思いながら、うん、今日も動画をね誰に頼まれるでもなく上げてしまいました。すいませんということでございますね。やっぱりね動画を上げるって結構勇気のいることだと思うんですよ。私には勇気は別にいらなかったですけども、でもそういうふうに何かね情報を伝えようとしている方の腰を折るようなことをして、それこそ足の引っ張り合いとか出る杭は打つを自分でやってんじゃないかなってことにやっぱお互い気づいていかないといけないかなと思うんですね。何かをやってる人に対しては称賛してあげてもいいんじゃないかなと、まあけなさなくてもいいんじゃないかってことですよ。もしけなすとしたら、じゃああなたは何をやってるんですかっていうふうにまあ聞き返したいですね、うん、まあということなんで、あんまりいじめないでくださいよ。細々とやってるわけですから、よろしくお願いします。 YouTuber に愛の手を。いってらっしゃい。